皆さんは幽霊というものを信じますか？今日はそんな幽霊がよく出没すると言われている東北橋に来ました。東北橋って言って、はい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 、あれですね、なんか、うん、非常に自殺が相次いだりしたり、はい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 、その川で溺れた女の女性の幽霊が出るみたいな噂があるみたいで、はいはいはい、結構有名で YouTuber の方はよく来てたり雑誌にも載ってたり、あ、そうなんですか、しているみたいですよ。いや、めっちゃ怖いね。遠かったね。ね、今日の企画なんですけれども、東北橋、まあ、心霊スポットで、まあ、VR でガチなホラーゲームやったらもうガチで幽霊出るんじゃないかなという感じでね、幽霊と仲良くなっていけたらいいかなっていうね、まあ、ほっこり企画ですよね。でね、今日ねカメラマンはね、チャンネル登録者なんと70万人以上いる人でやってもらってるというね。なんか喋んないの？喋んないの？70万人いるのにね。はい、ね、いいの？って感じでね、じゃあはい、やっていきましょう。マジック分かんないよね、多分。うん、伝わんないね。待って、さゆりには昔から人ではない何かの声が聞こえていました。目に見えないものに怯えて、うお、やめて、マジで俺何も見えないんだから。突然取り付かって、これマジでやばい。マジでやばい。今彼は VR ゲームをやっております。なんでね、僕らのね、マジいるでしょ、ここに今幽霊。幽霊いるよ。幽霊はいない、幽霊はいないよ。待って、これガチでやばい、ガチで怖い。待って、怖い、本当に怖い。うわぁ、ねえ、やめて、ほんとに。あ、マジでやばい、待って、見れない、マジでやばい。マジでやばい、待って、見れない。見て。大丈夫？なんかあれ、あぁ、彼が見てるときは何があるんでしょうか。待って、どんどんしてる。何もありません。彼は一体今何を見ているんだ。待って、マジでやばい。やめて。なんか、ナースステーションに着きました。え、電気消えた。なんかこれ。でもそれ、iPhone からでしょ。つけない、ちゃんと。つけてる。怖いの、ほんとに。ちゃんとつけて。え、待って、マジでやばい。ほんとに見えない。怖すぎて。大丈夫ですか？ダーキーだった、急に。どうしたの？え、殴る？え、どうしたの？普通にこけた。普通にこけたん